皆さん本試験本当にお疲れ様でした。今の法律家はですね、本当にタフです。また、法律家の仕事をするときにですね、タフであるってことは非常にかっこいいことなんですよね。もう酷であることは分かって、いるんですけれども、歯を食いしばってですね、できるだけ早く勉強を再開してください。皆さんのかっこいい姿をですね、お待ちしてます。本試験お疲れ様でした。本当にこの1年いろいろあったんじゃないかと思います。なかなか思い描いたようにはいかなかったかもしれません。それでも今日この日まで頑張り続け、そして本試験5時間を戦い抜きました。そのことだけでも本当に賞賛に値します。こうして試験を終わってみると力が抜けて、疲れがどっと出てきます。しっかりご飯を食べ、ゆっくりとお風呂に入り、そしてしっかり眠ってください。本試験本当にお疲れ様でした。本試験お疲れ様でした。ここまで頑張ってこられた皆さんに敬意を表します。まずはひとまずしっかり休んでください。本当にお疲れ様でした。皆さん本試験お疲れ様でした。直前期にできなかった楽しいこと、これを目一杯やってください。そして楽しいといえば民法改正、今回の改正は新しい考え方もなんかも出てきて、学習していると楽しいものになります。本来法律の勉強というのは楽しいものであるわけですが、余裕のある今はその醍醐味を味わえる、そういったチャンスでもあります。選定必勝、ぜひ楽しみながらですね、実務に向けて、来年の試験に向けて学習を再開していただけると嬉しいです。お疲れ様でした。皆さん本試験本当にお疲れ様でした。まずはこれまで頑張ってきた自分をねぎらい、そしてたまりにたまっている精神的肉体的な疲れを取るように努めていただければと思います。さて皆さんの2019年の戦いは7月7日午後4時で終了しました。しかしこれから先も人生は続きます。伊藤塾では皆さんが次の一歩を踏み出せるように、本試験分析会、特別カウンセリングと様々なイベントを用意しています。そういったイベントを通じ、次に皆さんに用意されているステージでまた頑張っていただけるよう、我々も今後も応援させていただいております。重ねになりますが、本試験本当にお疲れ様でした。はい、皆さん本試験本当にお疲れ様でした。今はですね、何も考えられないという方多いとは思うんですけれども、鉄は熱いうちに打って、今ある段階の知識ですね、で自己分析をしっかり行うことが必ず皆さんの役に立ちます。あとはですね、ぜひ皆さんを支えてくださった方にですね、感謝を伝えてあげてください。それではですね、今後とも全力でサポートをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。誰が何と言おうと、皆さんは本当に最後まで頑張りました。本当にお疲れ様でした。皆さん本試験受験誠にお疲れ様でした。視力を尽くして戦ってこられました。戦いは終わりました。今皆さんは心と体をゆっくり休めてください。英気を失った後は伊藤塾の分析会に参加してしっかりと分析しましょう。伊藤塾は皆さんをいつまでも応援しています。はい、皆さん本試験本当にお疲れ様でした。やっと自由になりましたので、まずはゆっくり休んでください。で、本当メリハリ大事ですので、しっかり休みを取って、疲れを取っていただいた上で、でもですね、今回はちょっとこの夏の過ごし方っていうのがすごい大事になりますので、ぜひですね、カウンセリングとかですね、利用していただければと思います。たくさん枠を用意してお待ちしてますので、ぜひお越しになっていただければというふうに思います。本当にお疲れ様でした。皆さん本試験お疲れ様でした。最後まで戦い抜かれた皆さんに心から敬意を表します。今日まで頑張ってきた皆さんの体と心には今相当な疲労が蓄積をしていると思いますので、まずはゆっくりと休息をとってください。そしてしばらくの休息の後は、ぜひ皆さんの状況に合わせて早めに次の一歩を踏み出していただきたいと思います。これからのこの試験後の時間帯というのは、結果が気になったりして、ある意味試験前より辛い時間帯が続くという方も多々いらっしゃるかと思います。その本当に不安な気持ちはよくわかるんですけれども、いろいろな不確定な情報に
振り回されることなく、ぜひ今をこの夏を大切にしていただきたいと思っています。そういう意味ではこれから先自己分析をしっかり行って、そして一歩先を見据えた充実した夏を皆さんには過ごしていただきたいというふうに思っています。改めまして、本試験本当にお疲れ様でした。